先頭はウィングアローだ。ウィングアローが先頭で200を通過。2馬身のリード。そして内からはエアシャカールが伸びてきたぞ。エアシャカール東方四電、アグネスライトは伸びない。テーモプラオファンタスティックライト、テーモプラオやりました。2番手名勝と10日ファンタスティックライトか。ゴールを目指して激走するサラブレッド、戦いの火花を散らし、しのぎを削り合うジョッキーたち、そして熱い声援を送る競馬ファンの思い、目の前で演じられるわずか数分間のドラマを魔法のように言葉を操り、ファンの心を熱くさせる、それが競馬実況アナウンサー。数あるスポーツの中で最も難しいと言われる競馬実況、競馬ファンなら誰しもが聞いたことのあるあの声、あの叫び、心震わせた名文句はいかにして生まれるのか。熱き雄たけびの陰には我々が知らない人一倍の努力があった。競馬を愛し続けて32年という一人の超ベテランアナウンサー、その実況哲学とは。打倒関東を誓う関西4人衆、なにわ魂今日も爆発。そしてこれができて一人前、東西初 G1 物語、2人のアナウンサーの長く熱い一日。さらに次世代の実況アナを夢見る卵たちも熱く叫ぶ。あなたにも実況のチャンスが。華やかな表舞台の裏側で光り輝く言葉の魔術師たちにスポットライトを当てた、競馬を愛する語り部たち、競馬実況奮闘記。2000年10月、秋の天皇賞、東京競馬場には朝早くからおよそ10万人のファンが詰めかけます。競馬場へ向かう電車内は予想にふけるファンの姿が定番ですが、スーツにネクタイを締めたこの男性は少しミスマッチ。何を隠そう、彼こそ競馬実況アナウンサー白川二郎さん。なんとこの道32年という超ベテランアナウンサー。今日の天皇賞の実況は白川アナの担当。朝から新聞をチェックし、今日まで取材した情報と照らし合わせながら必要事項をまとめていきます。 G1 開催日にはたくさんのファンが競馬場にやってきます。そのファンに混じってプロムナードを競馬場に向かう白川アナ。誰もが知っている声の有名人ですが、誰も気づきません。あいにくの雨模様がレースに与える影響などを考えながら、一歩一歩仕事場へと向かっていきます。ラジオ短波で親しまれている日本短波放送、競馬場内にあるこの放送ルームから30年以上白川アナは実況放送を行っているのです。考えてみたら同じことずっとやり続けてるんですよね。あ、これはよく飽きずにやってるなと思いますね。ですからこんなに長く続いてるものってのは、確かに仕事って言えば仕事なんですけどね、飽きてないですね。まあ厳密に言えば違いますよね。その準備にかける時間とか、それからどんなことを言うかっていう考え方とかね、当然 G1 ですと、あるいは重賞競争っていうと変わってくるんですけどもね。大観衆で埋め尽くされていくスタンド、その最上段にアナウンサーたちの戦場とも言うべき放送席はあります。双眼鏡を覗き込み馬場を見渡す白川アナ。双眼鏡は命ともいえる必需品です。唯一の商売道具ですからね。万全を期すため、過去のデータやこの日のためにかき集めた取材メモを今一度チェック。白川アナの顔も次第に険しくなってきた。秋の天皇賞は12年連続一番人気が負けている。その忌まわしいジンクスを覆せるか、テーモプラオ。もしもこの馬が馬群に沈むようなことがあれば、間違いなく荒れる。荒れるレースは実況泣かせなのだ。マイクロフォンを装着して気合が入った白川アナ。AM オペラ王は来るのか、それとも波乱は起こるのか。ベテラン白川二郎アナの戦いの火蓋が切って落とされる。
送いたしました。第122回天皇賞秋 2000m、 今年は16頭によって争われます。イーグルカフェに騎乗する岡部幸男騎手、天皇賞33回目の騎乗、新記録を樹立しております。さあ早くもテイエムオペラ王が収まっています。大半の馬が収まりまして、さて16番宮城ロドリゴ収まりました。体勢ともってスタートしました。宮城ロドリゴちょっとダッシュがつきません。好スタート、内から名勝王道が切りましたが、お外から果敢にトゥナンテが上がっていきます。トゥナンテ行きましたが、それをかわしてスーッと今ロードブレイブ柴田義富騎手がペースを取りました。2馬身リードで 第2コーナーのカーブに入ります。あとはトゥナンテ、名勝王道、そして名勝怒涛も早めに行きました。3番手争い、その直後に外を回ってテイエムオペラを4番手の位置取りでありますが、ドーッと固まりました。一気に外から宮城ロドリゴが上がっていきまして、2番手グループ単独2番手抜けました。あと後位グループ混戦でありまして、ミッキーダンス、テイエムオペラ王、さらにはイーグルカフェ、最内から名勝王道もこの位置に下がりました。あと直後にトーアラノビア、それから後方にかけまして、内をついてダイワテキサスであります。あとは外を回ってステイゴールド、間からは成田トップロード、後方グループにその後に桜並木王、遅れまして内内を通る優勢トップラン、さらにその後方にポツンと遅れているのが城山と。さあ坂を下り切って、これから第3コーナーのカーブ、スタートしての1000メートルの通過60秒を切っていますが、それほど速いのか。前2頭が後続に8馬身から9馬身10馬身と開いている。さあロードブレイブ、そして宮城ロドリゴ、ローバが並んで今800切りました。そしてその後10馬身近く遅れまして、第2集団が徐々に固まってくる展開となりまして、3、4コーナー中間地点、名勝王道、それからトゥナンテ、あるいはそれにメッキーダンスが接近する。さらにその後にテイエムオペラを早めの競馬600の標識を切りました。その後にステイゴールドアートが上がってくる。イーグルカフェは内をついている。桜並木王、名勝王道など、さあ直線に抜きました。さあ今度はだいぶ固まってまいりまして、400の標識はどうか。今度は先頭名勝怒涛だ。名勝怒涛先頭、テイエムオペラを襲うから並んでくる。あと追い込み勢はどうか。内をついてつなんて必死に頑張っている。前3頭の争いか。その後に成田トップロード、4番手争い、名勝王道、最内をついてダイワテキサス、あとはイーグルカフェなど。さあ抜けた抜けた、強い強いテイエムオペラ王、2馬身3馬身リード、名勝怒涛2番手の位置、テイエムオペラ王6連勝でゴールイン。春秋天皇賞連覇、まさに日本一テイエムオペラ王、古馬最強のこの貫禄、あっという間に直線で後続を突き放しました。必死に追い込んだ名勝怒涛以下、軽々と抜け出したテイエムオペラ王、まさに最強王者の貫禄であります。すごいですね。いないよこの馬、これでいいんだよ。競馬は強い馬が強いレースをしてね、見事だったなこれは。まあ、今日のレースからいけば、いわゆるテーマオペラ王っていう核の核になる馬がいるんで、その馬を中心に周りがどう動いていくか、そういう見方をしてましたんでね、ですからペースはどうなのか、それから各馬のフットワーク自体が、雨の影響を受けていないかどうか、そんなことを、まあ、中心に見ていたんですけれども、まあなんとか事故もなく無事に終わって、やっぱり今まだね、胃が少しこうギューッとこう収縮してる感じで、これで帰ってお酒を飲んで初めて緊張がほぐれるのかなっていうところですね。東京赤坂 JRA 全競馬場内のレース実況を一手に引き受けるラジオ短波、その本社はここにあります。お邪魔したのはアナウンサーの部屋、スポーツ情報部。現在東京本社に在籍するスポーツアナウンサーは10名、競馬実況はもちろんのこと、競艇、競輪、プロ野球、さらにニュースや音楽番組など幅広いジャンルに対応できるトーク集団なのです。ずらりと並んだ実況収録テープ、ラジオ短波は昭和31年の秋から競馬実況を担当し、今日まで45年間馬と共に走り続けてきたわけです。このライブラリーはラジオ短波の、そしてアナウンス陣の血と汗と涙によって積み重ねられた栄光の歴史。時に海外の大レースを叫び、日本の地方競馬でも大活躍。ハードなアナウンサーという職業を彼らはどう捉えているのでしょうか。まあ、中央の午前中、まあ、地方競馬など、まあ、力を入れてやっております。
これからという部分もねあるんで、まあ、勉強しながら、もう早いもので12年経ちまして、競馬の方もですね全く何も知らなかったんですが、あっという間にどっぷり使った状態が、現在ということで、もう競馬なしではちょっと生活できないようなそんな状態になっています。まあ面白さはなかなか伝わっていってるのかどうか自分でもよく実感できないんですけど、まあ、自分では結構楽しんで喋ってるつもりなんで、そういう感じで聞いてもらえていれば嬉しいと思います。生活の中に競馬と仕事が同居してしまっているアナウンサー軍団、あの名調子が生まれるのも当然のことなのかもしれません。ところ変わってこちらは関西京都競馬場、眼下に淀の名物白鳥を眺めながらラジオ短波大阪支社の実況アナウンサー陣が奮闘中。実は関西の競馬実況を受け持つのはたった4名、しかも実況だけでなくディレクション、プロデュースなど全て4人で切り盛りします。まさに少数精鋭、北野、藤田、広瀬、氷川、この4人がチーム一丸となって戦っているのです。まあ、関東は10人ぐらいいるんで、関西は4人しかいません。でまあ、僕はプロデューサーも兼ねてるんですけれども、まあ、そう考えるとね、みんなが協力しないことには何もできない、一人休むのが大変であるというのが現状でしたね。まあ、あのチームワークが よくなければこの仕事はもうやっていけないというのが、まあ、現状ですよね。では4人の素晴らしいチームワークぶりを見てみましょう。このレースでは実況を藤田アナが担当、その後ろで氷川アナがバックアップ。例えば落馬など実況アナの目が届かないところで起こったアクシデントなどを知らせます。レースが終わると進行役の北野アナにバトンタッチ、競馬解説者と今のレースを解雇します。その脇で着順や配当金といったレース結果をまとめる広瀬アナの姿がありました。常にパワー全開の関西4人衆、その実況は関東には負けんとするなにわ節のようにも聞こえます。競馬実況に命を懸けるアナウンサー陣、ではその実況放送がどんな風に出来上がるのか、実況アナ追跡リポート。ファンの競馬予想で放送は大切な情報源となります。それだけに正確で間違いのない放送が求められるのは当然のこと。一日の最初にディレクターの指揮のもと今日のレースに関する打ち合わせが行われます。一瞬の間違いが大きな放送事故を招く危険性をはらんでいますから、全体の構成はもちろん各人自分の役割分担を入念にチェックします。そしてこの日は若い中野アナウンサーが初の G1 勝利ジョッキーインタビューという大役を仰せつかります。どうやらインタビューに入るタイミングを決めているようですね。このようにアナウンサー同士でも細かな確認を済ませ一日の仕事はスタートします。では1レースの間アナウンサーがどんな風に動いて放送はどう作られていくのかを見てみましょう。最初にパドック情報、解説者に馬の状態を伺うアナウンサーもいますし、こちらのように馬体重の増減、人気順位やオッズを伝えるアナウンサーもいます。レースとレースの間はおよそ30分、その裏では過酷な取材合戦が繰り広げられているのです。取材担当アナはレースが終わった後検量室に急ぎます。検量室、そこは情報の宝庫。ジョッキーに馬の調子はどうだったか、勝因や敗因などさまざまな談話を取るためです。取材陣は検量室の中には入れませんから、ガラス越しにターゲットとなるジョッキーを探して出てくる瞬間を待ちます。早く取材して早く実況席に伝えたいというのが心情でしょう。日本でもファンが多いロバーツ騎手がやってきました。取材に応じてくれるようです。ただしジョッキーへのインタビューはまず代表取材者によって行われ、その後各メディアに公表される方式が取られています。ジョッキーにはすぐに次のレースが待ち構えていますから、このような取材規制が設けられているのもやむを得ません。もちろんできる限りたくさんのジョッキーからコメントを取ることが使命。1人聞いたらまた次にターゲットを絞ります。
そんな時、失敗ダメ、乗り方ジョッキーが検量室からパドックへと向かうそのわずかな時間がチャンスタイム。ここで次のレースの有力情報やメインレースの情報を仕入れることもあります。こちら白川アナ、馬を管理している調教師から話を聞き出します。関係者とのコミュニケーションが取れているからこそ可能な人徳のなさる技と言えるでしょう。ババ何か言ってました、ちょっと滑るらしいです。まあこれぐらいのババでもいいんじゃないでしょうかね。少し滑る程度、はい、今日は結構産んでますからね。ゆうべはじどじどってますからね、だから心配してたんですけど、そんなに下手じゃないようですから、ですね、はい、時計ももっと硬ければ、そうですね、あと一つや、ね、一つ半は詰まったでしょうし、そういう点では、今日は危なげなくね勝ちましたんで、キャリア積んできてるから、ね、レースが安定してるから、そうですね、上がってすぐに楽しみ、いや武君の乗ってるのが人気になってるから、いやそうですね、嫌な予感はしてたんで、一番人気は一番人気ですね、そうですね、本音をさりげなく聞き出す、ファンが知りたい情報をいかにうまく引き出すか、このあたりはテクニックです。検量室での取材を終えると今度は放送記者室へ。ここはラジオテレビ各社全ての人間が出入りできる、いわば情報交換の場です。ファンへの予想に役立つ話題や、もちろん実況に関する資料的なデータもキャッチするわけです。今日はですかね、レースのオードブレーブの立ち上げ、白川さんびっくり、ちゃんと逃げ切った。後ろから何も来ない。何年ぶりですか。7年ぶり。いろいろな人と話して情報を仕入れる。しかしスクープ的なネタは口にしません。そこは同じアナウンサー、ライバルなわけですから。放送に携わる全ての人が行う重要な作業、ジョッキーが着る勝負服の塗り絵。中央競馬の場合、勝負服は馬主によって異なり、その数およそ2000種類。アナウンサーはそのほとんどを把握しているといいますが、色を塗ることによって再確認をしていくのです。昔はよく子供がね、真似して隣でよくやってましたよ。決して仕事してると思ってないんですね。お絵描きしてるってよく言われましたね。やっぱりね、よくなくなる色とそうでない色とあるんですよね。組み合わせがその時々によってね、色が変わってくるんですよね。芯もあんまりこうピンピンに尖らせてしまうとちょっとやりにくいとかね、なんかそれぞれ皆さん個性が出てくるみたいですね。こちらは実況席。腹が減っては戦ができぬとばかり、わずかな時間に食事をとって本馬場入場に備えます。情報をやり取りし、馬の入場順を確認します。そしていよいよジョッキーを背中に、馬たちが馬場に姿を現しました。返し馬が始まると双眼鏡をスタンバイ。何度も言いますが、アナウンサーにとって命ともいえる必須アイテムです。いよいよレースが近づいてきました。その前に今一度データを見直します。競馬実況は記憶力の良さが試される仕事。その出走馬の前走、前々走の状態はどうだったか、どんな展開からどんな足を使ったか、ジョッキーとの相性はどうかなどなど、さまざまなデータを頭の中にインプット。その場面に応じて記憶の引き出しを分け、言葉にして話さなければなりません。アナウンサーの頭はまさに競馬コンピューター。大変大変。ピリッと張り詰めた空気が実況席に漂います。そしてレースがスタート。しかしレース実況は一人で行っているわけではありません。必ずバックアップがついています。先頭の位置取りを実況しているとき、バックアップは後方を見やり、後方を実況しているときは先頭をチェック。バックアップ役は広い視野で馬場全体を見渡し、落馬や故障、審議の青ランプが灯ったときなど情報をいち早く伝え、実況での説明を促すのです。どうやらこのレースは何事もなく無事終わったようです。
レースは終わりましたが、彼らの作業は決して終わってはいません。忘れないうちに今目の前で繰り広げられたレースのポイントを各自メモしています。先ほど記憶力の良さが問われると言いましたが、競馬新聞には決して表記されない直接見て感じた一頭一頭のデータをしっかり残しておきます。こんな地味な作業が次の実況の肥やしとなるのです。中野アナが朝の打ち合わせ通り放送席に向かって腕を回しました。いよいよ初めての G1 勝利ジョッキーインタビューが始まります。ジョッキーの気持ち、ファンが喜ぶセリフをうまく聞き出すことが難しいところ。春秋連覇をいとも簡単に成し遂げましたテイエモペラ王の和田龍二ジョッキーです。おめでとうございました。ありがとうございました。最終レースを終え、さらに各競馬場のレース結果を伝え終えればようやくお仕事終了。ほぼ休む暇なく動き回る競馬実況アナウンサーの一日はこんなにハードなのであります。ちょうど僕が競馬を始めて1年経つか経たずの頃だったですかね。先輩からこういうこと言われたことあるんですよ。君は口が大きいねと、口の中も大きいね。そうするとスポーツのアナウンスはできないかもしれんなって言われたんですよね。なぜかというと口が大きいとその分こうきちっとした口構えを作るのに人より大きな口構えをねしなきゃいけないんですよね。でそうなるとその分時間がかかるんで回転が遅い。でなおかつこうパリッとしたね力のある発音ができないだろうというふうに言われてすごくショックに思ったことがあります。だその時にちょうど流行ってたのが一山田博史とクールファイブ。特にね前川清さんのね歌声っていうのはすごく野生的でワイルドで迫力があったんですよね。なんとかあの声が出せないかなと思ってそれで一生懸命こうレコードに合わせてね、歌を練習した覚えがありました。まあ前川さんはねこううおーっていう風にこう力強い本当にまあすごい迫力のある声ですよね。それを真似したんで多少は実況の方で迫力が出たかなというような感じがありましてね。ちょうど私がアナウンサーになったのが昭和43年。その時に父親がまあアナウンサーというのはやっぱり言葉で勝負をする人間だと、いわゆるそういう仕事だと。そしたらば言葉に対してよりデリケートに気を使っていかなきゃいけない。そういう時に一番いいのがやっぱり俳句じゃないかと思うということを言われたんですね。まあ、私の父っていうのはあの俳人で、長く俳句をやっておりましてね、自分で本なども出しました。で、まあ、その当時私の先輩に長岡和也さんっていう優秀なアナウンサー、まあ、天才だった人なんですけどね、その人がつまりオーストから一頭ずつこうかわしてくる様を馬の名前を連呼することだけで、それであっという間に外から一頭ずつかわしていくっていう姿をね、もう物の見事に捉えきった時があったんですよね。あ、これはやっぱり俳句の世界だなって改めてその時にも思いましたね。まあ、そうしたことのきっかけを作ってくれたのが父親で、今その父親が出した本をですね改めて見てるんですけれども、もう少し早いうちに親父の言うことを聞いとけばよかったな、ちょっと悔やんでますけどね。馬に対する思い入れっていうのは非常にあるんですよね。とにかくあの馬の目で見られると、そうすると何かこう自分がいかにも小さいつまらない存在に思えてしょうがないですね。馬っていうのは感情もあるし、それこそ人間臭いところっていうのは随分あるんですけれども、非常に何かこう哲学的なそんな目をしてますよね。ですから馬が好き、馬が口を聞いてくれたらなって何度思ったことかわからないんですけれども、そうしたいろんなスターホースっていうのがいた中で、やっぱりそれを馬に代わって応えてくれた人たちってのがいるんですよね。それはねやっぱりジョッキーであり調教師であり厩民でありという普段馬と接してる人たち、特に僕があの一番血を燃やしたのはやっぱり乗っているジョッキーの皆さんのコメントでしたね。やはりあの朴訥で口の重い方たちでもそこから切々とこう訴えてくる言葉っていうのがすごくこう印象に残ってますね。スタッフが手渡した1本のカセットテープ、そこには白川アナが忘れることのできない思い出の実況が録音されていました。第
35回菊花賞 3000m です。1番スリーオーク、2番アウレリウス、3番これはね、ちょうど昭和49年に関西へ転勤したその年の秋に初めてやった G1 競争だね、菊花賞ですね。北の勝ち時が勝ったレースなんですけども、15頭立てのレースです。向こう上面右手3コーナーの手前になりますが、ゲートインが順調に、声が若いですよね。こんな声出したんだな。スタートしました。やっぱりまだ声がふわふわっとしてますね。でも明るい若いねこういう声また出してみたいな。パスを2番手につけまして、その後1馬身差で北の勝時は3番手、内の方からは清流月が上がっていきます。さらに北の勝時はその直後先頭まで7馬身と迫りまして、坂を上がり、これで最後まで持つんでしょうかね。この声ね、上ずってますね。ああ、ひっくり返っちゃってますね。やっぱりラジオで聞くとゴール前なんか分かりにくいから、やっぱり下手ですね。バンプトンオールの直後からフェアリューもものすごい背足を伸ばしておりましたが、どうやらバンプトンオール粘り切ったか。懐かしいなこれ。人生には誰しも飛躍の瞬間がある。それは競馬実況の世界でも同じこと。そんなチャレンジャー2人の奮闘ぶりを見てみよう。東対西初 G1 物語。新設されたジャパンカップダート、この実況に挑むのは東の渡辺和明アナウンサー、そして入社10年目にして初の G1 レース実況に挑む西の氷川明人アナウンサー。牝馬の女王を決めるエリザベス女王杯、今熱く長い一日がスタートした。朝から落ち着かない様子の氷川アナ。昭和38年東京生まれの37歳、今日が初の G1 実況。普段よりゆっくり喋るぐらいでやらない。あんま早くやったらダメだよ俺は知らないよ君が失敗しても間違えないってそれだけ。そうそうそう、ただの、ね、ま、あの名前さえ間違わずにちゃんと言えば言えるんだからさ、いつもやってるんだから、名前が変わるだけなんだよ。別にビッグレースと思わなかったらいいんだよ。未処理戦だと思ったら、名前のいつも見てる未処理戦だと力入ってるからさ、はい、うん、ちょっと軽め、あ、はい、うん、で、この長距離の気持ちで喋ったら、はい、うん、で、あと間違うことはないから、間違えば周りがカバーするから、はい、だからもうペースだけね、はい、いつもやっぱりこう特別になるとちょっと緊張するかなっていうのがあるんですけど、まあ一つ目ですね。というか一つ目でちゃんと声が出るか、ちゃんと声が出ればなんとかなるんじゃないですか。そうか、実況席座って G1 ファンファーレ昨日始めたんで、その時は何度も聞いたファンファーレですけども、なんか違って聞こえるんじゃないですかね、知らないですけど、まあ、普段よりもこのボリュームいっぱい上げて、自分が何喋ってるのかしっかり自分の耳で聞きながら喋ようかなと、耳が痛いぐらいにちょっと上げて。刻一刻と近づいてくる大レースを前に、どうも落ち着かない様子の氷川アナ。一体何をしようというんでしょう。いつもの椅子の高さを自分が落ち着いて話せる高さに調節しているんですね。何もそこまでやらなくてもって言いたくなるところですが、その気持ちよくわかります。ブツブツとカニの念仏のようにレースをシミュレートする。小刻みな貧乏ゆすり、口が乾き手に汗がじんわり、あとは神様に祈るのみ。お待たせいたしました。京都競馬場、今日のメインレース第11競争は第25回エリザベス女王杯 G1 芝の 2200m、 今年は17頭によって争われます。出走メンバーご紹介しましょう。まず1番のスタイチェアデール、後ほど入場です。448kg+12、横山紀弘56kg での騎乗です。2番はファレノプシス、440kg-8、松永美希夫56kg。
待たせいたしました。今日のメインレース第11競走は第25回エリザベス女王杯グレード1芝コース 2200m、 今年は17頭によって争われます。これが最後の枠入りです。全馬枠入り終わりました。係員が離れてスタートしました。さあ正面スタンド前先行争いです。各馬ポジションの探り合いからやや内目からトゥーザビクトリートゥーザビクトリーがやはり出を伺いました。フサイチェアデールが今2番手の位置です。外からメジロサンドラ、内からファレノプシス、間にいるのがスプリングチケットです。この後位集団にオリーブクラウンもつけております。その後からはクリスマスツリープリモディーネ、内からシチミタクル、サニーサイドアップ、あとは上のファイバーが行っています。シルクプリマドンナ、内からは成田ルナパーク以下追走して各馬1コーナーカーブし終えてこれから2コーナーです。トゥーザビクトリーが先手を奪いました。2馬身のリード、そして2番手の位置ですがフサイチエアデールがつけております。3番手外からオリーブクラウンです。その後にスプリングチケット、ファレノプシス、メジロサンドラ、あとはクリスマスツリー、シピナクル、その外にプリモディーネ、あとはサニーサイドアップ、成田ルナパーク並んで外半馬審査、梅のファイバーです。あとは13番シルクプリマドンナ、童話トレジャー、そして後方の3頭ですがエイダイクインが内、そして間にホンピロスワン、外がブゼンキャンドルです。先頭から最後方までは12、3馬身です。さあ各馬これから第3コーナー外回りコースを目指していきます。先手を奪っているのはトゥーザビクトリー、トゥーザビクトリーが先頭、2馬身のリード、フサイチェアデール2番手の位置です。3番手にオリーブクラウン、内からファレノプシスが4番手、外にメジロサンドラ、スプリングチケット固まっています。間にはクリスマスツリーです。3コーナーカーブ、シーピナクル、そしてその後にプリモディーネ、トーアトレジャー中段馬群の外、その後にサニーサイドアップ、ナリタルナパーク、梅のファイバー並んでシルクプリマドンナは後方から4頭目、ブゼンキャンドル後方から3頭目、さあ最後方から日本ピロスワンじわっと進出を開始、最後方にエーダイクイーンです。各馬3、4コーナー中間地点600を通過しました。さあ先頭はトゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー先頭ですが、外からはフサイチェアデール、フサイチェアデールが並んでいきました。人気両馬が並んで直線コース、そしてその後にファレノプシスは現在3番手、さあ後続集団の追い込み勢ではどうか、内からはシルクプリマドンナが現在6、7番手、間をついたスプリングチケット、メジロサンドラ、外から日本ピロスワン、エーダイクイーン懸命の追い込み体制だが今度は抜けてきたか、トゥーザビクトリーか、フサイチェアデール、フサイチェアデール、外からはファレノプシス、外からファレノプシス、トゥーザビクトリー3番手に交代、フサイチェアデール、ファレノプシス、トゥーザフサイチェアデール、ファレノプシス並んで5里、わずかに外ファレノプシス、わずかに外ファレノプシスか、内懸命にフサイチェアデール食い下がりましたが、わずかに外、2番ファレノプシス、内のフサイチェアデールを捉えたように見えます。おかしな状態だね、フサイチって言うと何か空がすぐだった。ファレノプシスは僕捉えとったからね、いや、これね、この空がね、なんか、なんでトゥーザビクトリーが、なんでかね、トゥーって言いそうになるんですよ。それがなんかバカみたい。ちょっと今ちょっと確認して聞いてみます。どうやら自分で納得のいかない箇所があったようです。すぐに録音テープをチェックします。自分の気になったところを確認するというこの姿勢こそ、成長していく上で決して忘れてはならないことなのでしょう。いや、調子落ちはない感じですね。体もありますね。やっぱりもう少しおしゃべりのペースを落とせることを覚えれば、また一歩上がれるんじゃないかと思いますけども、ちょっと今で言えば彼はちょっとかかり気味になるタイプなんで、途中で失速しないかなと思ったんですが、ちゃんと最後までやってました。はい、まあ、うまくいったんでよかったと思います。よかったね、ティカー君、初めてのスカイうまくいって、まあ、とりあえずクビにはならないと。そうだね、まあ、今度はまたあれだよ、狼が出たりとかね、途中であれだね、変な車が出たりするから気をつけていかないと。氷川明人37歳、競馬実況アナウンサーとして一回り大きくなった一日でした。荒れた砂がきれいにならされて、ここは東京競馬場。これより2000年に新設された G1 レースジャパンカップダートが開催されるのです。この新しい G1 レース実況に挑むのは入社16年目、41歳の渡辺和明アナウンサー。実況にようやく油が乗ってきたラジオ短波の候補。これまで何度も G1 を実況し経験豊富ではありますが、何分初開催の G1 レースということで幾分緊張気味。そんな彼のもとにアナウンサー仲間から激励とも冷やかしとも言える応援ファックスが届きました。
リラックスムードではありますが、頭の中ではどんなコンピューターが働いているのでしょう。そういつも考えですね。それとあんまり実況する人は思い込んじゃいけないっていうか、展開がこうだって決めつけたり、勝つのはこうだって決めつけるのが間違いのもとになっちゃうので、あんまりはっきりと白い画用紙のまんまの方がどんな動きにも対応できるかなとは思ってますけど、考えるとね、いろんなことを考えるし、展開なんか100も200も考えられそうだから。白い画用紙のようなダートに実況は綺麗な絵を描けるのでしょうか。記念すべき第1回ジャパンカップダートももちろん初めての実況が始まります。2000年競馬の歴史に新たな1ページ、第1回のジャパンカップダートグレード1、4歳以上のオープン、ダートの 2100m、出走馬16頭です。16番のゴールドティアラが競走から除外されまして15頭ということになりました。プリエミネンスなど偶数番も迎え始めました。外ではレギュラーメンバー収まります。そして10番のビーマイ中山、ワールドクリークも収まって、最後に15番のマイネルコンバットです。さあ、第1回ジャパンカップダートゲートインが終わります。スタートしました。ちょっとばらついたスタート、内からはオリオン・ザ・サンクスが出ていきますが、外から13番レギュラーメンバー出ていきます。レギュラーメンバーが花に立っていく。そしてロードスターリング、アメリカのロードスターリング2頭が前へ行きました。その後トシザミカ、内からはオリオンザサンクスが現在4番手の位置。1コーナーのカーブ左へ切っていきます。まず先頭に立ったのは13番レギュラーメンバーです。2馬身ほどリード、2番手にアメリカのロードスターリングがつけました。その後は4馬身ぐらい切れて、大井のオリオンザサンクス3番手、外にトシザミカがおります。その直後ですが、外を回ってはタマオストロング、内からは7番のシンコースプレンダー、あとはまた4馬身から5馬身切れてプリエミネンスが追走、ファストフレンドは中段におります。その内をついてはシンコースプレンダー追走していく。そしてその後ですが、外をついて上がっていったのは6番のウィングアロー、そしてその後ですが1番のサンフォードシティ、そしてマイネルコンバットが1馬身差、あとは2馬身切れました10番のビーマイ中山、そして1馬身差ワールドクリーク最後方から2番のナイタホマレです。3コーナーのカーブ残り 1000m を通過しました。先頭はレギュラーメンバー1馬身半のリード、ロードスターリングが2番手、その後は5馬身ぐらい開いて3頭固まっておりますが、7番のアメリカのユーカーが3番手に上がっていく。トシザミカ、そしてその直後ですが、現在オリオンザサンクスは5番手ですが、やや交代気味、代わってウィングアローが上がってまいりました。そしてプリエミネンス、その直後にはファーストフレンドがおります。3、4コーナー中間を通過、残り600を今通過しました。先頭はレギュラーメンバー1馬身半のリード、ロードスターリングが2番手、3馬身ほど開いて追い上げてくるのはウィングアロー、そして内からはユーカーです。直線を向いている。レギュラーメンバーリードがほとんどなくなって400を通過、外からウィングアロー、ウィングアロー、そしてロードスターリング粘っている。追い込み勢からは外からプリエミネンスも突っ込んできたが、さあ先頭はウィングアローだ。ウィングアローが先頭で200を通過、2馬身のリード、2番手には懸命にロードスターリングが、サンフォードシティが伸びてくる。先頭はウィングアロー、春秋のダート G1 連覇が目前だ。先頭はウィングアローゴールイン。2番手サンフォードシティ、3番手にアメリカのロードスターリングです。ウィングアローやりました。フェブラリーステークスに続き春秋のダート G1 連覇、東京ダートは3戦3勝です。なんとウィングアローがレコードタイムで優勝。初開催 G1 レースの実況は記録と記憶に残る素晴らしいレースとなりました。横から見たら分かんないところが気をつかなかったよ。ごめんなさいね、7番って言いながらね、進行スプレーになってたんですよ。まだ、うん、これで今年の最優秀ダートバーもんじゃと安堵の表情を浮かべる渡辺アナ、眼鏡を外してほっと一息。さて、実況を振り返ってみてご感想は。役目は終えたけど、なんかちょっと完全燃焼だったな。でも強かったから直線は楽だった。
橋を渡ってゆく電車の長いその別れだけが今は闇に包まれた川に映っている人生はどこへ続いてゆく明日はどこから競馬を愛する語り部たち。しかし競馬に対する思いは十人十色であるに違いありません。そこで au 豪傑アナウンサー陣に聞いてみました。まずはじめに競馬実況の魅力とは。あのスペシャルウィークが勝った弥生賞ってありましたね。あのレースの時僕会社にいたんですよ。でレースの絵を見てなかったんだ。そこで実況だけ聞いたんですよね。最後、西雲スカイを捉えるスペシャルウィークの表現を白川さんは3馬身、2馬身、1馬身、体半分並んだかわしたスペシャルウィークゴールインって言ったんですけど、音を揺らしてたんですよ。リズムを変えてたんですよ。ビジレイクを並べるんじゃなくて、たかだか3馬身、2馬身、1馬身、体半分、その程度の言葉ですよ。こんな簡単な言葉でそれが出せるんだっていうのを聞いた時に、今まで聞いた実況の中で自分の中で一番すごいものだったから、やっぱり僕もそういう感じで表していきたいよな。競馬が行われて、まあ、一番偉いのはジョッキーであり馬の関係者なんですけど、その人たちが一生懸命やってることを自分たちが一番近いところで、まあ、実況という形で接することができるっていうのはこれはすごいことですよね。結局ね、あの野球なんかと違ってその1分半とか2分間のドラマを自分で組み立てることができるというのがすごくいいですよね。とりあえずナレーションだと思ってますから、そのナレーションによってその映像の出来、聞く出来っていうのも変わってくると思いますから、そのあたりが非常にこう魅力感じますね。全てのスポーツ実況の中で最も難しいと言われているのがキングオブスポーツ競馬の実況。ではその競馬実況はどこが難しいのでしょうか。僕あの菊花賞が15年ぐらい、天皇賞が16年、まあ、担当してるんですよね、ずっとね。だいたい 3000m っていうのは京都は坂がありますよね、外側の周りのコースでですね。で馬と一緒で坂の上りにあまり飛ばしすぎると大変なことになる。下りも、まあ、馬も飛ばしすぎちゃうと足が絡んじゃう。それと一緒でね、やっぱりあの実況アナウンサーも3コーナーの坂の下では一度息を入れて、馬と一緒ですよ、息を入れて、そして徐々にペースアップをして、いわゆる4コーナーから直線コースゴール前まで持つ。ですから馬と一緒で実況もですね、あまり飛ばしすぎるとゴール前はバタバタになっちゃう。難しいがゆえに苦労話や裏話というのもかなりあるでしょう。そんなここだけの内緒話などありましたらちょっとだけ聞かせてください。いや、あの我々の先輩の時代にはね、やっぱり競馬っていうのは今ほど認知度が低かったもんですからね、というよりも悪いイメージが強かった時代にね、お子さんの幼稚園の父兄参観に行かれたんですと。でお父さんは土曜日日曜日は何をしてますか、先生が質問したら真っ先にはいって言われて、お父さんは土曜日日曜日は必ず競馬場へ行きます周りの親がどっと笑う中ね、ご本人だけが赤くなってこううつむいてたっていう、そういう話がありましたね。いや今に考えるとね、夢みたいな話ですけどでは最後に一競馬ファンとして答えていただきたい。ズバリ競馬の魅力とはどんなところにあるのでしょうか。まあ、競馬っていうのは多分なんで面白いかっていうと、あの究極の家系なんですよね。多分人間の生きていく中の一番の本質なんだと思うんですよ。例えば結婚するとか就職するとか全部家系だと思うんですよね。
で、あのほら資本主義なんてものは投資するわけですから、これだって賭けなわけだし、賭けに参加してる人の数種類が一番多いのが競馬だと思うんで、そこが一番面白いところだと思うんですよ。仕事の一環であるはずの競馬、しかし仕事だけでは片付けられない存在になってしまっているようです。夜景を眺めながらの競馬観戦、いやそれにしては少し雰囲気が違います。ここは東京ラジオ短波にある一室、ここでは21世紀の競馬実況アナウンサーを夢見る若者たちを集め、レースアナウンサー養成講座が開かれているのです。デザートウェイ、そして間を通って待機スイング、大外は富士ゼファー、その直後には名勝鈴鹿にいいパパが追走。さあ各馬第4コーナーから直線に向きます。さらに内を通って大若者、そしてガストグウィンド、そして名勝鈴鹿でトリオンフ、それに山人センチュリー、そして大馬スパイキー最高峰スタートしました。ほぼ一戦のスタートになりました。正面スタンド前の先行争いに入っていきます。好スタートを見せたのは1番のデザートウェイです。そして丸高ファイナルが続いていきますが、外から大和カモン、そしてイーパパ、待機スティング、フジゼファーなどが前に行きました。デザートウェイ、待機スティング、この日は半年間続いた講座の締めくくりとしてモニターを見ながら実況を披露。果たして納得のいく実況ができているでしょうか。4ハロンは52秒2、3ハロン39秒3でした。4レース確定成績です。デザートウェイ、待機スティング差し切ってゴールインって言って、少し1、2、3ぐらい待ってもいいんだよ。待機スティング鮮やかに差し切ってデビュー戦を飾りましたってその後言ってくればいいんだけども、待機スティング差し切ってゴールイン、さあ待機スティング、こんな風にバタバタ言うから、なんかすごく余裕がなくてね。評論家みたいな待機スティング、なかなかいいですよ、ね、昇級しても楽しみだ。どういう資格で生きてんの。プロのアナウンサーが直接指導するこの講座をきっかけに、彼らはレースアナウンサーの道を志しています。現在二十数名いる受講生たちの本業は様々、サラリーマンや OL もいれば学生も参加しています。もちろんラジオ短波も有能な人材の発掘と育成を目指して真剣に取り組んでいます。ちなみに先ほど天皇賞の勝利ジョッキーインタビューをしていた中野アナはここの受講生でした。この中から素晴らしい語り部が誕生するかもしれません。ファイナル側面を通りまして上がっていったのは大和感も上がっていきました。自分の目の前で起きているその緊張感とか、こんなすごいことが起きてんだぜっていうのは、誰よりも最初に一番最初に喋って多くの人に伝えられる職業っていうのが魅力だなと思います。今の段階ではちょっとおこがましいのかもしれませんが、ケンタッキーダービーをやってみたいです。まず競馬が、もう誰にも邪魔されずに一人で見られるという点と、それでもなおかつ分かりやすく判断して伝えなければいけないという難しさが両方あって、楽しさと苦しさがまだでもぎったんばっこん状態です。やはりラジオ短波賞と言いたいところなんですが、それもそうなんですが、やはり有馬記念ですね。一番ドラマがあると思います。ここでちょっとした実験を行ってみましょう。いつも聞こえてくるこの声を消してみると、内側のデザートウェイ丸高ファイナルとコースタートを切りました。どの馬がどこにいるのか自分ではなかなか確認できませんね。それに競馬が何とも味気ないものに移って仕方ありません。実況がどれだけ私たちをサポートしてくれているのか、お分かりいただけたでしょうか。競馬はまさに実況なくして成立しないものといっても過言ではありません。ファンの心をぐっと掴んで、なおかつ熱く燃え上がらせる、これが競馬実況が持つスペシャルパワーなのです。ですからこれから自分の課題は今何だろうか、これを考える習慣を捨てないでほしいですね。そうすればもっともっとすごい上手くなるということが考えられますね。どうですか。まだまだもっともっと前進できるなという気がいたします。皆さん頑張ってください。甘やかすといけない。甘やかすといけないから。20世紀の最後を飾るグランプリレース有馬記念、ご存知の通り1年間活躍してきた馬たちの中からファン投票によって選出されるオールスター。
スタンドを埋め尽くしたファン一人一人が思い思いの馬に声援を送るのです。ドリームレースと言われる有馬記念はアナウンサー内でも最も実況したいレースとして人気です。今日も念入りに資料をチェックする大ベテラン白川アナ、そしてこの20世紀最後という記念すべき有馬記念を担当するのが佐藤泉アナウンサー。白川アナに次ぐ実力派の彼、実況歴は20年を誇ります。表情が俄然厳しく変わってきた佐藤アナ、サポート役の白川アナも凛とした顔。さあ20世紀最後の有馬記念、感動を呼ぶレースに心まで震わせる名実況が生まれるか。競馬場、今日のメインレース第9レースは第45回のグランプリ有馬記念、今年1年の総決算、どんな結果になりましょうか。ゲートインが始まります。1番が鶴丸剛、2番待ち金金の星、3番ホットシークレット、4番成田トップロード、5番ジョービッグバン、6番東方試練、7番テイウモオペラ王、8番流星トップラン、9番ゴーイング鈴鹿、10番キングヘイロー、11番ステイゴールド、12番ダイワテキサス、13番名勝ドトウ、14番アドマイヤボス、15番ガベリカンボス、16番名勝王道。ゲート入りは半分が終わって偶数番の馬が誘導されています。ゲートに入るのは4番の成田トップロード、そしてアドマイヤボス、中の枠でキングヘイローが最後から2番目、最後にアメリカンボスが外から2頭目のゲートに入ります。係員がゲートから離れました。スタートしました。ほぼ揃って飛び出しました。ダイワテキサスがまずは好スタートを見せました。ダイワテキサス、そして内からはわずかに出を伺っています各馬ですが、ジョービッグバン、ゴーイング鈴鹿、ジョービッグバンがまずは花を切って3コーナーを回りました。2番手にはゴーイング鈴鹿、待ち金金の星、内から3番手ダイワテキサス、そしてその間に成田ロップロードが続いて、アメリカンボスも外から上がりました。ホットシークレットはなんと後方から3番手、4コーナーのカーブからこれからスタンド前に出てきます。スタンド前でわずかに先頭はゴーイング鈴鹿、ゴーイング鈴鹿先頭でジョービッグバンが内目の2番手並んでいます。3番手にアメリカンボスが外から上がっています。ほぼ3頭が並んだ体勢で坂を登ってきました。あとその後ろの集団からも内をつく待ち金金の星、あるいは外からようやくホットシークレットが上がってきて4番手の底目まで、ダイワテキサス、成田ロップロードはその内に控えました。そしてその後ろの中段グループにわずかに上がってきたのは東方試練以下、中段グループを形成、後方から3番手の位置にテイエモオペラ王が追走しています。1コーナー回っていきました。ジョービッグバンが逃げる展開になりました。半馬身のリード、2番手にゴーイング鈴鹿、3番手は3頭一覧ですが、外からようやくホットシークレットが3番手から2番手を伺うところ、その内にはアメリカンボスがおります。2コーナーカーブ、そしてこれから向こう上面に向かいます。待ち金金の星、成田トップロードが並んで4番手集団、外にダイワテキサスが続いて折り合っています。向こう上面に入りました。あとは東方支店が馬群の中から、そして名勝の2頭、名勝土頭、名勝王道、さらに内をついてわずかに鶴丸剛はちょっと後方に遅れ出しました。ステイゴールドがその後ろ、さらにはテイエモオペラ王はさらに後方から3番手の位置、依然として頑張っています。アドマイアボスがその外に蓋をする形で3コーナー回って残り800切りました。3馬身後ろ、後方待機は優勢トップラン、そして最後方キングヘイローが続いて第3コーナー回っていきました。さあ先頭はジョービッグバンにようやくホットシークレットが並んで600切りました。3番手早めに動いたのは成田トップロード、3番手から先頭に押し出される勢いです。アメリカンボスと外からはダイワテキサスが一気に2番手集団に進出、そして大外からは名勝王道が上がってきて4コーナーカーブ、そしてテイモオペラ王は馬群の中に突っ込んでいる。さあ先頭は白川アナから渡されたヒノキ舞台へのバトン、新世代の扉を開け、今直線の見せ場に挑む佐藤アナ。大外からグイグイとキングヘイローが追い込んできた。間からテイエモオペラを一気に突き抜けるか。名勝王道と並んでゴール。
名勝の10日天狗オペラ王か、天狗オペラ王どうやら白川アナがアクシデントを教える。すかさずそれを伝える佐藤アナ、息の合った連携プレー。競争中止、馬群の中からようやくという感じで最後の最後に天狗オペラ王どうやら抜けたか。名勝の10と最後は首の上げ下げの接戦でした。勝ち時計は2分34秒1、上がりゴールまでの 800m 49秒0。そっとヘッドホンを外す白川アナ、一人前に育った後輩のパーフェクトな仕事ぶりに満足げな表情です。感動のウィニングランを伝える佐藤アナ、白川アナの後継者として風格が備わってきました。先頭はウィングアロー、春秋のダート G1 連覇が目前だ。先頭はウィングアローゴールイン、フタイチアデール、バレノプシス、トゥーダフ、フタイチアデール、バレノプシス、並んでゴリ。さあ、2車が抜けた、強い強い TM オペラ王、2馬身、3馬身リード、名勝土走2番手の位置、TM オペラ王、6連勝でゴールイン。競馬ファンにとって実況は単なる空気のような存在でしかないのかもしれません。しかしそこには確かに競馬というレースをドラマに変えてしまう言葉のマジックが潜んでいます。そこで最後に言葉の魔術師たちに聞いてみたい。競馬実況は楽しいですか？いつも怖いんです。間違えたらどうしようかと、間違えてはいさよならなんて言われたりも、喋ってるうちにあこの馬にやられそうだと思う時とか、あこのままじゃこのまま負けちゃうと思う時あるんですよね。どんなことが起きるか分かんないってドキドキじゃないですか。これだけ血を騒がせてこれだけ情熱的にこうなれるものっていうのは他にはないですね。競馬を見る者に鮮やかな彩りを与え感動と興奮を伝える実況アナウンサー。何が起こるかわからない競馬というスポーツに言葉という命を注ぎ込む、それは決して作り物ではない、そして綺麗事ではない、センスとひらめきと経験に裏打ちされた即興の舞台演出家、まさしく夢の語り部なので。あと追い込むではどうか、内を積んで絡んで必死に頑張っている。前三の争いか、この後にナイトコップローブ4番手争い、名勝王道、さあ内を突いて大和テキサス、あとはイーグルカフェなど、さあ抜けた抜けた、強い強い TM オペラ王、2馬身3馬身リード、名勝王道2番手の位置、TM オペラ王6連勝でゴールイン。